宇宙はただ一つではない。幾重にも存在し、絶対の神殿により滑られる。やがて時が震え、神殿への扉は閉ざされるだろう。再び開くのは遥かなる未来。白金の翼を持つ天使に導かれ。これは小さい頃からよく聞かされた伝説、ただの言い伝えだと思っていた。流れゆく時の狭間に生まれた取るに足らない言葉なのだろうと。でもそれは3年前に真実だと証明されてしまった。突然現れた彼女たちによって高度な技術を惜しむことなく分け与え、瞬く間に世界を繁栄させていく美しい使徒。人々は伝説になぞらえ、彼女たちをエンジェルと呼んだ。そして今、少し大人になった僕は。ようやく到着だ。あれが調査部隊の船、エデンの最新鋭艦ルクシオールか。随分大きいな。これからあそこで暮らすわけか。それにしてもデザート職人だった僕がルーンエンジェル隊に選ばれるなんてね。しかも僕以外は全員女の子、ラッキーとも言えないか。一応これで軍属になっちゃったわけだし、訓練はかなりきつかったな。厳しい教官だった。さすが元ムーンエンジェル隊リーダー、フォルテ・シュトーレン。ん？なんだい、カズヤ。え、僕は何も言ってないですよ。なんだ、そうかい。呼ばれた気がしたんだけどね。鋭すぎる。しかし、いつ見てもでかい船だね、ルクシオールってのは。私の頃とは随分と違っちまったね。あいつらともしばらく会ってないし。あいつら？ムーンエンジェル隊のことさ。いや、元ムーンエンジェル隊か。僕が配属されるルーンエンジェル隊の前身のことですね。ああ、そうだよ。メンバーだった人たちは今どうしているんですか？2年前の解散以来あまり会ってないからね。みんなそれぞれの場所でよろしくやってるだろうさ。そういや、退役したやつもいたっけ。皆さんエデンにいるんですか？いや、なんだかんだでほとんどこっちに。ノイエにいるね。いないのはミルフィーくらいか。あいつはゲートキーパーだからね。
アブソリュートにいるよ。ゲートキーパー？ミルフィーさんって確か僕を先行した人ですよね。先行？大量の書類から当てずっぽでピッと一枚引いただけさ。先行とは言わないね、あれは。やだな、冗談ですよね。冗談なもんかい。私はその場にいたんだよ。そんな選び方だったんですか？信じられない。いや、信じられるのさ、ミルフィーだからね。どういうことですか？まあいいさね。とにかくカズヤ、お前さんが選ばれたことには間違いなく意味があるのさ。それはなすべきことをなしていけばいずれわかること。今は余計なことは考えなくていい。はあ。なんだい、気合いのない返事だね。ちゃんと押し、白波将尉起立。はい。ベルトが。グズグズしない。はい、カズヤ白波起立しました。ルクショールに敬礼。はっ、よし。それでこそ私の教え子だ。さあ着いたよ。ここの連中はみんな気のいい奴らばかりだ。しっかりとお前さんを支えてくれるだろう。でもそれに甘えんじゃないよ。いいかい、ここがカズヤ白波の本当のスタートラインなんだからね。本当のスタートライン。おお、紋章機ですよねこれ。実物を見るのは初めてだ。なあ、ルーンエンジェル隊のための新しい紋章機たちさ、全部ノイエで発見されたもんなんだよ。ええ、それは聞いています。ロストテクノロジーって言うんですよね、そういうの。問題、よく勉強してるじゃないか。私は実技しか教えてないのに。おーい、ポルテ、久しぶり。お、リコも一緒かい？元気そうだね。はい、ポルテさん。どうだい、みんなも変わりないかい？ああ、クルー全員のんびりやらしてもらってるよ。何言ってんだい、のんびりしてんのはあんただけだろ、まったく。さてカズヤ、紹介するよ。このボケっとしたのが艦長のタクトマイヤーズ准将さ。え？艦長？準将？失礼しました、カズヤ白波将尉です。ルーンエンゼル隊メンバーとしてただいま着任いたしました。まあそう固くならないで。この人がエデンの英雄タクトマイヤーズか。なるほど、ミルフィーが選んだだけあってなかなか面白そうな新人くんだ。だろ？面白そうってどういう意味なんだろう。ようこそルクショールへ、カズヤ。俺はこの調査部隊の司令官も務めているタクトマイヤーズだ。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。あ、よろしく。それでこっちのこの子は、あ、え、ともいい加減に学習したらどうなんだい。あのこれは一体。この子はね、極度の男性恐怖症なんだ。触るとこうなるってことさ。はあ。いてて、いやー、いつかそのうち慣れてくれるんじゃないかって。その前にあんたが壊れちまうだろう。ほら、大丈夫なのかい？まあなんとか。あと紹介が遅れたね。
彼女はアプリコット桜庭、カズヤが所属することになるルーンエンジェル隊の仲間さ。アプリコット桜庭少尉です。あの、これからよろしく。カズヤ白波少尉です。よろしくお願いします、桜庭少尉。あ、そっか、ごめん。男性恐怖症ってことは握手なんて無理だよね。ごめんなさい。こんなところはあるけど、この子は何にでもよく気がつくし、頭の方もとびきり優秀なのさ。ま、お互いよろしくやるんだよ。了解しました、教官。本当にごめんなさい。私、どうしても男の人が怖くて。まあまあ、いいじゃないか、リコ。たまにも一つくらい傷があった方が可愛いってもんさ。何わけのわからないこと言ってんだい。変わってないね、本当に。またまた、そんなに褒めないでよ、もう。褒めてねえって。さて、カズヤ、ここに来たからには、ここのルールに従ってもらわないとね。はい、ぜひご指導ください。さっきみたいなよそよそしい言い方はちょっとな。は？すいません、何のことでしょう。桜庭少尉って言っただろ。一緒に頑張る仲間なんだし、リコでいいんじゃないか。え？ほらほら、訓練中に何度も話しただろ。タクトの船じゃこれが基本なのさ。確かに聞きましたけど、まさか本当だとは。なーに、長ったらしい呼び方が苦手なだけさ。あの、よろしければ私もその方が。そうなんだ。わかりました。それじゃあ改めて、これからよろしく、リコ。はい、こちらこそ白波さん。僕の方もカズヤでいいよ。あ、そうですか。俺もタクトさんって呼ばれるまで結構時間かかったしな。すみません、白波さん。ううん、気にしないで。リコのハートを射止めればカズヤさんって呼んでくれるかもしれないね。え？あ、その…もう、何を言い出すんですか、フォルテさん。何もそんなに赤くなることないだろ、二人とも。まだまだウブだね。羨ましいよ。まったくだ。さて、とりあえずはこんなところだね。そろそろ行っか。え、もう？ああ、いつまでもリリーを待たせておくのも悪いしね。リリー？なに、近いうちにまた来るさ。そうか、わかった。楽しみにしてるよ、フォルテさん。お疲れ様でした。フォルテ教官、これまでの半年間僕を育ててくれてありがとうございます。はいよ。だけど引っ張ってやれるのはここまでさ。あとは自分で、自分の足で歩いていくんだよ。いいね。はい、肝に銘じます。いい男になるんだよ、私が自慢できるようなね。はい、よし、それじゃあまたな。少しくらい寄っていけばいいのに。しょうがないですよ、あんな重要な任務が突然決まったんじゃ。近衛隊長代理か。近衛隊長代理？なんだ、聞いてないのかい。フォルテさんは少し前にゼルダール王朝近衛部隊の隊長代理に任命されたんですよ。え？セルダールってあの剣の星のノイエの本性の？そうです。近衛部隊って要するに王宮の護衛ってことですよね。まあそうだね。そんな重要な役職に任命されてたなんて知らなかった。僕を送ってる場合じゃないですね。可愛い教え子の
門出を見届けたかったってところかな。フォルテさんらしいですね。よし、フォルテ期待の新人君にこの船を案内することにしようかな。どこか面白いところはと。まずはブリッジに案内するのが適当かと。芸がないな。まあそれでいいか。なんか気迫のない人だな、英雄のはずなのに。それじゃあカズヤ、俺たちについてきてくれ。自慢のブリッジを披露しよう。あ、はい。ここがブリッジ。ずいぶんすっきりしていますね。ああ、最新鋭艦だけあって省力化が進んでるんだ。さてと、それじゃとりあえずチーフオペレーターを紹介するよ。ここ。はい、ただいま。この船のレーダーと通信、その他諸々を統括している子さ。ココと申します。ようこそルクシオールへ。これからよろしくお願いしますね。カズヤくんでいいかしら？はい、こちらではそれが慣例なんですよね。よろしくお願いします、ココさん。はい。俺は仕事柄このブリッジにいることが多いかな。何かあったら気軽に来てよ。わかりました。それじゃあ次はエンジェル隊のメンバーに顔合わせってとこかな。ここ、みんなを呼んでくれ。あ、皆さんにはピロディで待っているようお願いしておきました。お、さすがワリコ、準備がいいね。ナナ、ピロティに行こうか。あの、マイヤーズ司令、カズヤ君着任の書類も含め仕事がたまりにたまってますけど。あ、そういうことでしたら案内は私が引き継ぎます。タクトさんはご自分のお仕事を片付けてください。やだな、ココもリコも。司令として今すべきことはだな。艦内の案内ではないですね、間違いなく。そうですよ、わざわざ司令にやっていただくことじゃありません。いやいや、司令だからこそだな。新しい仲間であるところの和也がな、そうそう、これから心地よい生活を送れるようにだな。白波さん、騙されちゃダメですよ。タクトさんはサボりたいだけなんですから。そうなんだ。和也くんを口実に逃げようと思ってもダメですよ。さあ行きましょう、白波さん。そんな、リコ頼むからちょっと待って。あ、また肩に手を。指令がまた飛んだ。ごめんなさい、タクトさん、大丈夫ですか？分かっててやってるんだから気にしなくてもいいわよ。どうぞ今のうちに行って。え、いや、でも。大丈夫、そのうち復活するから。そうですか。ではあとはお願いしちゃっても。ええ、適当にやっておくから。すいません。それでは行きましょう、白波さん。エンジェル隊の皆さんに紹介します。あ、うん。すみません、また驚かせてしまって。いや、まあ二度目だし。でも普通ではありえないよね。そうですよね。私も最初にタクトさんを投げてしまった時はすぐにクビだと思ったんですが、男性恐怖症なのは私のせいじゃないって笑って許してくれたんです。しかもあんなひどい目に遭ってるのに少しでも慣れればって積極的に触ってくるんです。単に女の子に触りたいだけだな。でもやっぱり治らないので、白波さんも気をつけてください。あ、うん、わかった。ごめんなさい、こんな体質で。ううん、気にしなくていいよ、しょうがないことさ。とは言ったものの、なんかあからさまに離れているな。投げられるのも嫌だけど、これはこれで避けられてるみたいで。どうもな。この階は居住区です。中央のピロティはクルーに解放されていて憩いの場になってるんです。リコ、なんだこの丸いの。助
けるですね。あら、ミモレットちゃん、またナノちゃんと遊んでるの？遊んでるんじゃないですね。言うなれば、モテ遊ばれるとか、なぶられるとか、そんな表現が適切ですね。ミーも待つのだ。いやですね、逃げるですね。あ、リコタン、やっと来たのだ。待ちくたびれたのだ。その尻尾は？これはとても大事な尻尾なのだ。お前は誰なのだ？あら、そちらの方が新しい隊員さんなんですが。あ、はい、そうです。白波さん、エンジェル隊の皆さんを紹介します。こちらはナノナノプリング少尉。ナノナノなのだ、よろしくなのだ。そしてカルーアマジョラム少尉。白波さんですが、よろしくお願いしますわね。ナノナノさんにカルーアさんですね。ナノナノさんじゃないのだ。ナノナノはナノナノなのだ。はい、私もカルーアで構いませんわ。そうか。慣れるのに時間がかかりそうですね。そうだね。あと、遅れました。僕はカズヤ白波少尉です。新人なので、皆さんの足を引っ張ることがあると思うけど、どうかよろしくお願いします。あら、気にしなくていいのよ。誰でも最初は新人さんよ。そうです、私もクルーの皆さんの足を引っ張ってばかりですわ。そうなのだ。ナノナノもミーモを引っ張って伸ばしたりするの大好きなのだ。だから問題ないのだ。あら、ダメよナノちゃん、ミモレットちゃんをいじめちゃ。ミモレットってさっきの丸い、そのなんか猫っぽいあれのことだよね。はい、そうです。ミモレットちゃんのことも紹介しましょう。呼んだですかね。カズヤ、見るのだ。ほら、こんなに伸びるのだ。あら、本当ですのね。知りませんでしたわ。やめるですね。これは立派な虐待ですね。ダメよナノちゃん、ほら話してあげて。リコタンがそう言うなら話すのだ。助かったですね。リコは命の恩人ですね。こちらがミモレットちゃんです。使い魔の多分黒猫さんです。使い魔？じゃあここには魔法使いがいるの？僕は辺境の出身だから見たこともないんだ。はあ、会うのが楽しみだな。あら、目の前にいらっしゃいますよ。まさか、君が？そんな風に見えます？私じゃありませんよ。ご主人様はこっちですね。実は、私が魔女なんですのよ。カルーアさん、じゃなくて、カルーア、君が？そう言われてみれば、そんな格好かも。あら、そんなにジロジロ見られると照れてしまいますわ。とにかくミモレットちゃんもよろしくお願いしますわね。はい、わかりました。よろしくね、ミモレット。よろしくですね。先ほどカズヤさんは魔法使いに会いたいっておっしゃってましたけど、怖いとか恐ろしいとか思わないんですの？実は僕も魔法使いなんです。あらあら、それにしては魔力を感じませんわね。
バレバレでしたね。ごめんなさい。でも興味があります。神秘的だし。まあ興味だなんて。和也さんって積極的なんですのね。またまた照れてしまいますわ。あ、ごめん。別に変な意味じゃ。わかっていますわ。別のフロアに私の研究室がありますの。魔法のことで何か知りたいようでしたら遠慮なくいらしてくださいね。はい、わかりました。ナノナノにも聞きたいことがあったら医務室でお手伝いしてるから来るといいのだ。へー、ナノナノってもしかして看護師さんなの？そうなんじゃないのだ。ナノナノはナノナノなのだ。ナノちゃんはナノマシンなんですよ。え、それってどういう意味なの？ナノマシン集合体なんです。そうなのだ。ナノナノはナノマシンなのだ。怪我とかしたらナノマシンで治しちゃうからナノナノに言うといいのだ。そういえばエデンの協力でナノテクが復活しつつあるって以前フォルテ教官に聞いたことがあるな。あら、カズヤさんもフォルテさんにご指導受けたのですか？はい、半年間みっちり鍛えられました。ナノナノもフォルテ先生にいろいろ教えてもらったのだ。私もです。もちろん私もなんですのよ。そうだったんですか？教官はお忙しい身なのに僕をここまで送ってくれたんです。フォルテ先生来てるのだ？あ、うん、来てたんだけどすぐに帰っちゃったんだ。あら、残念ですわね。久しぶりにお会いしたかったわ。先生ひどいのだ。ナノマノも会いたかったのだ。大丈夫、すぐにまた会えるよ。近いうちに来るって言ってたからね、リコ。はい。本当なのだ？うん、本当よ。やったのだ。フォルテ先生に会うのが楽しみなのだ。よかったわね。よかったのだ、よかったのだ。それじゃあ皆さんの紹介も終わったことですし、白波さんも他の場所へ案内しますね。わかりましたわ。では私は研究室に戻ることにいたします。ナノナノも一緒に行くのだ。魔法の絵本を貸してくれる約束なのだ。あら、そうでしたわね。それでは一緒に参りましょう。カズヤにリコタン、またナノだ。うん、ナノナノまたね。カルーアも。それでは失礼いたします。いたします。なのだ。さて、白波さん、特に行きたいところとかありますか？そうだな、まだ見ていないところばかりだしな。それもそうですよね。でしたら自由に動き回ってみてください。私は白波さんが選んだ場所の案内をしますから。うん、わかった。それじゃあどこへ行こうかな。白波さん、改めましてルクシオールへようこそ。今ご覧になっているのがルクシオールの中の様子です。左スティックでスクロールさせ、赤く表示された施設の上で丸ボタンを押すとそこに移動できます。移動できるフロアは全部で4層。フロアを移動したいときは R1 ボタンか R2 ボタンを押してください。もう一度説明しましょうか？大丈夫、大体は分かったよ。赤色になっている施設を選んで丸ボタンを押せばいいんだね。はい、そうです。それじゃあ出発しましょう。ここが白波さんの部屋になります。荷物は後で運びますから確認してくださいね。へえ、ここが。もう中へ入ってもいいのかな？今は鍵がかかっているから入れません。後でキーの登録をしましょう。そうなんだ、
じゃあ他の場所に行こうか。はい。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。見ての通りここはコンビニです。売店って規模じゃないね。さすがだな。もちろん24時間営業なので夜中にお腹が空いても大丈夫ですよ。なんかやたらと駄菓子が置いてあるね。はい、本社の意向みたいですよ。本社？ってことはここは軍の施設じゃないんだ。ええ、とっても大きな民間の会社が経営してます。ふーん。明日より3日間新入隊員配属記念セールを開催いたします。ぜひご利用くださいませ。え、新入隊員って僕のことか。では次に行きましょう。あ、うん、ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。ここはトレーニングルームかい。はい、誰でも利用できます。白波さんも気軽にどうぞ。そういえば体は鍛えとけってフォルテ教官に随分言われたな。ロッカールームの奥にはシャワーもあります。汗を流すのに使ってください。了解。それでは次の場所へ行きましょう。こちらはティーラウンジですね。ちょっとした話し合いをするときとかちょうどいいんですよ。いらっしゃいませ。お二人様ですね。あ、いいです。今は船を案内しているところなのですぐ他の場所へ行きます。あら、そうなんですか。そういえば見慣れないお方ですね。カズヤ、白波少尉です。先ほど着任したばかりです。よろしくお願いします。カズヤさんですね。かしこまりました。ウェイトレスのメルバと申します。よろしくお願いしますね。それにしてもさすがだね、ウェイトレスさんまで雇っているなんて。あら、私はこう見えても軍人なんですよ。ティーラウンジも立派な軍の施設です。クルーの気分転換のためにもディテールにはこだわっているらしいんです。そうなんだ。どうです、かわいい制服でしょう。私この制服が着たくてここに配属してもらったんです。は、はあ。それではそろそろ次に行きましょうか。そうだね。またのお越しをお待ちしております。ここはレクリエーションラウンジです。要するに娯楽室ですね。へえ、こんな部屋まであるんだ。卓球台にエアホッケー、奥にもいろいろあるみたいだね。は、あれは駄菓子でポンの全自動卓？遊びたいですか？え、いや、今はやめとこ。次に行こうか。はい。あ、ここは僕が到着したところだ。はい、格納庫です。もう説明するまでもないと思いますが、私たちの乗る紋章機が置いてあります。うん、ここってすごく広いよね。はい、紋章機はかなり大きいので格納庫も広く取ってあるんです。よーりこ。あ、班長さん。なんでこいつは。こいつって。こちらは今日着任されたブレイブハートのパイロット白波さんです。なに、梅さんが。おお、そうかい、そうかい。いや、俺は水尾班長のクロワってんだ。よろしくな。はい、カズヤ白波少尉です。こちらこそよろしくお願いします。うん、マシンはいつだって完璧にしとくからよ。バンバン乗り回してくれ。はい、頼もしい限りです。班長、何サボってんねん。こっち来て手伝ってんか。ああ、何人聞きの悪いこと言ってんで。ブレイブハートのパイロット様が来てんだ。お前もこっち来て挨拶しろい。ったく、なんやで。ちょい待ち。バッキャロー、てめえ何やってやがる。
けつまずいたわ。もう。おお、あんたがあれのパイロットなんか。あんたって。うちはセイミーのコルネや。よろしくな。はい。こちらこそ。僕はカズヤ白波です。カズヤか。ほな、かっちゃんやな。それとも。カズヤンか、どっちがええ？いや、どっちでも。なんや、はっきりせえへんやつな。ほな、カズヤンや。そんでええやろ。おーい、お前たち。ちょっとこっち来い。あ、班長さんが上で呼んでますよ。行ってみましょう。これがブレイブハート。形は知ってたけど、こんなに大きいなんて。実物はこれが初めてですもんね。なんで、随分と驚いてるじゃねえか。はい、実は僕、この紋章機についてあまり聞かされていないんです。そうなのか。ならコロネ、おめえ説明してやれ。はいな、任せたき。耳の穴ほじってよう聞くんやで。カズヤン、さっき紋章機言うてたけど、実はこいつ紋章機やないんや。通常のエンジンしか積んどらんよってな。せやから誰でも操縦できるんやで。そうなんだ。しかもこいつ単体の性能はな、アセジにも褒められたもんやないんや。はっきり言うてドンガメやで。ドンガメ？そんなのに乗らなきゃいけないの？まあ焦らんと最後まで聞いとき。こいつの進化はな、紋章機と合体した時に発揮されるんや。合体？ブレイブハートって紋章機と合体するの？せや、ブレイブハートと合体した紋章機はすごいで。あらゆる性能がガツーンと上がるんや。中でも機動力は桁違いやで。こいつはな、いわば紋章機のブースターなんや。もちろんここにあるどの紋章機とも合体できるで。そうだったんだ。ブレイブハートがそんな機体だったなんて、すごい。あのな、感心すんのもええけど、これに乗んのはあんたなんやで。戦いの鍵を握っとるっちゅうことを忘れんとき。僕が戦いの鍵を？せや、安城決まるんやで。わかりました。もうあんまり白波さんにプレッシャーかけないでください。大丈夫ですよ、今はとても平和ですから。戦闘なんて想像ありはしません。いや、まったくだ。こう平和じゃメンテのしがいがなくていけねえや。うわ、野蛮人やこの人。なんだとこの野郎。てめえだって毎日刺激が欲しいってうつくさ言ってんじゃねえか。ひどっ。人を欲求不満みたいに言わんといてや、この猛禄じじい。てめえ、誰に向かって口聞いてんだこの野郎。なんや、やるんか。ほな、あっちの壁までダッシュで勝負や。上等でいい。今日こそ白黒つけようじゃねえか。リコ、スタート切ってんか。はい、じゃあ行きますよ。よーい、ドン。行っちゃいましたね。いつもああなの？はい、あんな感じです。では他の場所へ行きましょう。ここはシミュレータールームです。はあ、すごい設備だね。乗ってみたいな。ゲームじゃないんですよ。え、あ、そっか。それじゃあ行きましょうか。うん。こちらは機関室ですね。暗いので気をつけてください。本当に暗いな。足元がよく見えないや。白波さん、こちらに来てみてください。はあ、
これがクロノストリングエンジンなんだね。はい、そうです。いくつもある突起にはクロノストリングが収められています。すごい、壮観だな。綺麗ですよね。思わず見とれちゃうよ。あ、あちらに機関主任の方がいますよ。ステリーネさーん。桜庭か。いつもご苦労様です。どうですか、エンジンの調子は。特に異常はない。シリンダーの数に見合った出力も出てる。なんか怖い人だな。あ、こちら白波さんです。エンジェル隊の新しいメンバーなんですよ。あの、はじめまして、カズヤ白波少尉と言います。あのん、まだ何か用？え、いえ、別に。そのそれなら仕事の邪魔だ、出てってよ。あ、はい、ごめんなさい。ひょっとして怒らせちゃった？いいえ、大丈夫です。ステリーネさんはとても優秀な機関士なんですけど、熱心なあまり少々不愛想なんです。少々かな。あんな調子ですけど別に悪い人じゃないんで、気を悪くしないでください。うん、わかった。それじゃあ他に行きましょう。こちらは倉庫です。うん、いかにもだね。食料や生活必需品などの必要物資がここに置かれています。ちょっとここで待っててもらえますか。あ、うん。倉庫の奥で何してんだろう。あ、戻ってきた。何かメモしてるな。ごめんなさい、お待たせしました。何をしてたの？在庫のチェックをしてました。なんとなく私の仕事になってしまったんで。そうなんだ、リコってこんなことまでやってるんだな。なんだか優等生って感じだよね。白波さん？え？次の場所へ行きませんか？あ、うん、そうしようか。こちらは魔法研究室です。カルオーさんがよく魔法の研究をしています。魔法研究室、なんかワクワクするな。はーい、桜庭です。白波さんも一緒なんですけど、中に入ってもいいですか？あら、どうぞ。早速いらしてくれて嬉しいですわ。いらっしゃいなのだ。これが魔法研究室、やっぱりなんか独特の雰囲気がありますね。どうですか、怖いとか思いませんこと？全然、いろいろなものがあって面白いです。はい、これ何に使うんだろう。あ、すいません、勝手に触っちゃって。いいえ、でもちょっとびっくりしましたわ。普通の方はこの部屋に入ると戸惑われるものですから。さすがはミルフィーさんの選んだお方ですわね。そういえばミルフィーさんって一体どんな人なんですか？僕を選んだ人だって聞いてるんですけど、実際に会ったこともないし、どんな人なのかも知らないんです。ミルフィーさんですか？それはお姉ちゃんです。お姉ちゃん？はい、本名はミルフィーユ桜庭。はい、ミルフィーユ桜庭です。お姉ちゃんです。白波さんを選んだのは私のお姉ちゃんなんです。そうだったんだ。リコのお姉さんだったなんて驚いたよ。でもミルフィーさんはどうして僕を選んだんだ？理由はどうあれ、お姉ちゃんが選んだんなら絶対に間違いはありません。きっと白波さんはエンジェル隊にはなくてはならない人なんです。絶対に絶対です。絶対絶対
リコちゃん。なんですか？カズヤさん、怖がっちゃってますわ。すみません。つい力が入っちゃって。ううん、気にしないで。あまりにも積極的だったんで、ちょっとびっくりしたかな。私、お姉ちゃんのこととなるとつい。リコタはお姉ちゃんが大好きなのだ。うん、お姉ちゃん大好き。世界一、ううん、宇宙一のお姉ちゃんなの。リコちゃん。はい。そのお姉さんが選んだ人なのよ。あまり怖がらなくてもいいんじゃないかしら。そうですよね。白波さんはお姉ちゃんが選んだ人。そう考えるとなんだかちょっと怖くなくなったような。和也さんもリコちゃんともっと仲良くしたいですものね。いや、そりゃ仲良くしたいですけど、別に無理をすることもないんじゃないかと。いえ、そんなのじゃダメです。白波さん、改めてこれからよろしくお願いします。うん、こちらこそよろしく。よろしくなのだ。親睦も深まったところで、エンジェルさんを一人呼んでもいいかしら。え、メンバーってまだいるんですか？あら、現にここにいますわ。テキーラなのだ。え、どういうこと？とにかく見ていただくのが一番わかりやすいと思います。それじゃあ、ミモレットちゃん、ボンボンをお願いできるかしら。わかりましたですに。それでは。はーい、一応はじめましてかしらね。カルアじゃないの？なん、私の名前はテキーラ、テキーラマジョラムよ。テキーラ。カルアさんがアルコールに反応してテキーラさんになっちゃうんです。テキーラ、久しぶりなのだ。そうね、しばらく変わってなかったし。まさか二重人格ってやつ？そのまさかに、白波だっけ？はい、カズヤ白波です。よろしくお願いします。それにしてもカルーアと違って、なんというか、その色っぽい。こうして近くで見るとなかなか可愛い顔してるじゃないの。カルーア、じゃなかった、テキーラ、何を。赤くなっちゃってウブなのね。おお、二人だけくっついて楽しそうなのだ。ナノナノも仲間に入れるのだ。せないですね。立派なセクハラですね。ちょっと、何をやってるんですか、白波さん。ほら、離れてください。あら、桜が。あんた今は。もう、いい加減にしてください。白波さんが困ってるじゃないですか。いや、困ってたような、困ってなかった。桜だったら白波の手を掴んだみたいだけど、まあいいか。まったく、もう。それじゃあ他の場所へ案内します。はいはい、ふざけて悪かったわ。行きましょう、白波さん。あ、カル、
じゃなくてテキーラ。お邪魔しました。じゃあね。ナノナノも MC 戻るのだ。バイバイなのだ。ここが医務室になります。カズヤ、また会ったのだ。いや、ナノナノ、今先生を呼んでくるのだ。待ってるのだ。先生、お客さんなのだ。はいはい、何ですか、ナノナノさん。おや、これはこれは、こんにちは。こんにちは、モルデンさん。こちら、新しいメンバーの白波さんです。はじめまして、白波くん。私はモルデン、繊維を務めさせてもらってます。カズヤ、白波少尉です。よろしくお願いします。はい、お願いします。館内の見学をなさっているんですか。はい、リコが丁寧に教えてくれるので助かってます。いえ、そんな、私は普通に案内してるだけですから。おや、桜庭さん、大丈夫なんですか。何がですか。桜庭さんが男性とそんなに接近しているのは非常に珍しいですね。ああ、白波さんはお姉ちゃんが先行した人なんですけど、なんかそう思うようにしたらあまり怖くなくなりました。すみません、ちょっと失礼を。へい。だとは。あっ、ごめんなさい、白波さん、つい避けちゃいました。どうやら男性恐怖症が治ったわけではなさそうですね。いや、本当に申し訳ない。お怪我はありませんか。多分。あ、肘をすりむいてる。え、カズヤ、血入れてるのだ。すぐ治すからナノナノに見せるのだ。お願い、ナノちゃん、早く治してあげて。そうですね、ここはナノマシンで治療してもらいましょう。了解なのだ。痛くない。完全に元通りだ。ありがとう、ナノちゃん。お安い御用なのだ。怪我はナノナノに任せるのだ。すごいんだね、ナノマシンって。ナノナノさんのおかげで外科治療の仕事がほとんどありません。だからというわけではないのですが、私はカウンセラーとしてクルーの心のケアにも努めているのです。そんなわけで桜庭さん、一つ聞きますが、白波さんはあまり怖くないんですね。はい、他の男の人ほどは。そうですか。いや、さっきは本当に申し訳ないことをしました。あ、いえ、私よりも白波さんの方が。それもそうですね。白波くん、すみませんでした。いや、まあ怪我もすっかり治ったことですし、気にしないでください。そう言ってくれると助かります。しかし白波くん、このルクシオールであなたほど彼女に接近できる男性はいません。もしかしたら男性恐怖症改善の糸口が見つかるかもしれないですね。ぜひとも力になってあげてください。わかりました。でも具体的にはどんなことを。別に変わったことをする必要はありません。普通に話していればそれで構わないのです。それだけですか。あまり力になってる気がしませんけど。いえ、いいのです。白波くんとの自然な接触が桜庭さんに良い効果を与えるでしょう。あ、でもできるだけ近づかないように気をつけてください。タクトさんみたいに投げちゃったら大変ですから。そうなのだ、投げられ役はタクトに任せるのだ。うん、気をつけるよ。さっきは本当にごめんなさい。そんなに気にしないで。それじゃあそろそろ別の場所へ行こうか。モルデンさん、お邪魔しました。いえいえ、どういたしまして。いえいえ、どういたしましてなのだ。
食堂です。ここの料理はとっても美味しくて、ルクシオールの自慢の一つです。へえ、それは嬉しいな。凄腕のコックさんをご紹介しますね。ランティさん。ランティ？やあ、リコ、俺に会いに来てくれって、何？カズヤ？ランティ、なんでお前がここにいるんだよ。それはこっちのセリフだ。あの、お知り合いなんですか？知り合いも何も、料理学校の同期さ。はあ、お前がシェフなのか。そりゃうまいわけだ。デザートではお前に一歩譲るがな。しかしまさかこの船に乗ってくるとは。厨房に誰か配属されるなんて聞いていないし、一体どこに？エンジェル隊さ。エンジェルって何？エンジェル隊？そんなバカな。お前は俺を騙し続けてたのか。は？騙す？女だったとは。最初からそう言ってくれれば。アホか。男に決まってんだろ。それでもエンジェル隊に選ばれたんだよ。冗談だ。いや、それにしても何かの間違いだろう。お前がエンジェル隊？ありえん。間違いじゃないです。白波さんはエンジェル隊の新メンバーです。そうだ、お前は立派なエンジェル隊員だ。歓迎するぞ。お前相変わらず面白いな。ところで白波さん、デザートを作れるんですか？うん、まあ唯一自慢できるところというか得意ではあるかな。何を謙遜してるんだ。俺は料理一般、こいつはデザート部門をトップで卒業してるのさ。カズヤの作るデザートは絶品だ。俺が保証する。白波さんのデザートを食べさせてください。うん、いいよ。それぐらいお安いご用さ。約束ですからね。破ったらひどいですよ。え、うん、わかった、約束する。楽しみだな。やっぱりお姉ちゃんに選ばれた人だ。それじゃあダンディさん、私たちは見学を続けます。お邪魔しました。後で何か食べさせてくれよ。またな。ああ、またな。はい、ここは展望公園です。青空だ。太陽まで出てる。驚きました？映像ですけどね。すごい、どう見ても本物だ。長期任務ではメンタルケアの観点からこういった施設が重要なんだそうです。こうした設計思想はエルシオールから引き継がれたものなんですよ。エルシオール？前のエンジェル隊の母艦のことです。この船はそれを元に設計されたんですよ。へえ、そうなんだ。でもこういう空間があるっていいね。なんだかピクニックとかしたくなっちゃうよ。ピクニック？いや、例えばだよ、例えば。いくらなんでもね、軍艦なんだし。白波さんってお姉ちゃんみたいなこと考えるんですね。ミルフィーさんみたい？はい、お姉ちゃんもピクニックが大好きなんです。エルシオールの公園ではホルテさんたちとよくお弁当を食べたそうです。へー、そうなの？はい、お姉ちゃんが先行しただけあって考え方が似てるんですね。そうなのかな。でもなんだかミルフィーさんに会いたくなってきたよ。はい、白波さんならきっと話が合いますよ。それではそろそろ他のところへ行きましょう。ここは私の部屋です。エンジェル隊の寝室はみんなこのフロアにあるんですよ。隣がカルーアさんの部屋、その隣がナノちゃんの部屋、反対側にはリリーさんの部屋があります。リリーさん、フォルテ教官もさっきその人の話をしてたよね。あ、すみません、言い忘れてました。リリーさんもルーンエンジェル隊のメンバーです。え、まだ隊員がいたんだ。はい、リリーシンシャーベットさんです。暫定的にエンジェル隊の隊長を務めていらっしゃるんですけど、少し前に正式な辞令が出たので手続きのためセルダールへ戻っています。戻ってる？
もともとはセルダールの騎士さんなんです。セルダールの騎士？剣の星セルダールで騎士の称号を取るのってすごく大変なことだって聞いてるけど。あ、そうなんですか？そこまで詳しくは知りませんでした。そんなすごい人なんだ。なんか緊張しちゃうな。大丈夫ですよ。まっすぐで真面目な方です。ちょっと怖いところもありますけどね。そうなんだ。さて、それでは他の場所へ行きましょう。ここはブリーフィングルームです。主に作戦の指示を受けるときに使いますけど、重要な会議とかもここで行います。この部屋は他に説明のしようがないですね。うん、ありがとう。それじゃあ他に行こう。失礼します。今千歳が到着したらしい。あ、すみません、通信中でしたか？ああ、リコ、気にしなくていいよ。相手はレスターさん。で、千歳が合流したんだっけ？そうだ、これで紋章機は全部揃ったな。よし、エデンゲートへ微速前進だ。了解。エデンか、ずいぶん戻ってないな。お前もたまには顔を出したらどうなんだ？いや、何かと忙しくてね、なかなかどうにも。ふん、うまいこと逃げやがって。さぞ忙しいんだろうな、調査任務の現場ってのは。ああ、もうキリキリ舞いさ、寝る暇もないよ。まったく。ところでレスター、さっき声だけ聞こえたけど、アルモは元気なのかい？ああ、ちょっと待て。おい、アルモ。はい、マイヤーズ司令、ご無沙汰してます。よう、アルモ、久しぶり。お久しぶりです。私はとっても元気ですよ。そりゃそっか、愛しのレスターと一緒だもんな。うわっ、うわっ、ん？もう何言い出すんですか？ごめんごめん。何の話をしてるんだ？なんでもありません。レスターが鈍いやつでよかったね。もうマイヤーズ司令、いい加減にしてください。はいはい。はあ？カラスマ千歳隊、ただいま到着いたしました。ほら艦長、千歳さんがいらっしゃいましたよ。おお、久しぶりだな。はい、ご無沙汰しております、クールダラス大佐。今タクトと話していたところだ。タクトさんと？やあ千歳。お久しぶりです、タクトさん。うん、ずいぶん会ってないね。そうですね、ムーンエンジェル隊解散以来、先輩方とも疎遠になってしまって。ムーンエンジェル隊解散以来、この人もメンバーだったのかな？それにしても綺麗な人だな。エルシオールの護衛か。まあ、よろしく頼むよ。はい、私のシャープシューターも含め、先輩方の紋章機が全てここにあります。心してかかりませんと。まあまあ、そんなにしょっちょくばらないで。もうゲートは目の前なんでしょ？エデンに抜けたら心配はいらないさ。いいえ、油断は禁物です。ドックに到着するまでは気を抜けません。これなら万が一もなさそうだ。それにしてもオーバーホールか。こればかりはエデンじゃなきゃできないからな。ま、紋章機もたまには骨休みになっていいだろう。お前の骨はいつでも休んでいる。またまた、そんなに褒めないでよ、照れるじゃないか。ああ、タクトさん、あんまり変なこと言わないでください。白波さんが不安そうですよね。あ、いえ、不安だなんて。ん？白波？ひょっとして君が例の？まあ、初の男性メンバーさんですね。あ、はい、カズヤ白波です。本日着任しました。おお、誰かさんと違ってしっかりしてるじゃないか。なあ、タクト。まあね、カズヤ、紹介するよ。この失礼な男はレスター・クールダラス大佐。
そして隣の女性が烏丸千歳大尉だ。二人は今アブソリュートからエデンへ抜けるところさ。エルシオールって船でね。エルシオール、ムーンエンジェル隊の母艦だった船ですね。このルクシオールのモデルになった。よく勉強されていますね。良い心がけです。いえ、さっき桜葉少尉に教わりました。まだまだ半人前です。なんて素直な謙虚さなんだ。心が洗われる、白波少尉。はい。チャランポランな艦長で大変だと思うが、しっかりやっていくんだぞ。あはあ。アルモ。何ですか？ガチンガチンな艦長で大変だと思うけど、しっかりやっていくんだぞ。はーい。ああ言えばこういう。クールガラス艦長、まもなくゲートを通過します。そうか、タクト、聞いた通りだ。そろそろ通信を切るぞ。了解。千歳もレスターも気をつけてね。エデンに戻ったらみんなによろしく言っといてよ。まあ、わかった。じゃあな。タクトさん、それではまた。うん。やれやれ、千歳もレスターも相変わらず硬いな。もう少し余裕を持てばいいのに。マイヤーズ司令は持ちすぎですね。またまた、そんなに褒めないでってば。あの、紋章機をエデンに戻したんですか？うん。エデンを離れてからは設備の関係でまともに整備してなかったからね。ここいらでそろそろちゃんとしておかないとさ。リコ、ちょっと聞いていいかな？何ですか？司令やクールダラス大佐が言ってた紋章機って僕たちのとは別なんだよね。そうですよ、先輩方が使ってる紋章機です。そうそう、つまりエデン製の紋章機のことさ。解散したムーンエンジェル隊のメンバーと共にあちこちに散っていたからね。今回まとめてオーバーホールすることになったのさ。なるほど、そうだったんですか。ああ、カズヤ。はい。館内を一通り見たらオフィスに顔を出してくれないかな。ちょっと頼みたいことがあるんだ。了解しました。ではそろそろ他の場所に移動しましょう。そうだね。それでは失礼します。一応主な場所は回ったみたいです。そうなんだ。じゃあ司令に呼ばれてるから艦長オフィスに行こうかな。そうですね。では私は自分の仕事に戻ります。お疲れ様でした。うん、いろいろとありがとう、リコ。助かったよ。いいえ、私の方こそ医務室では怪我までさせてしまって本当にごめんなさい。体質改善した方がいいかも。ちょっと危険だよね。そうですよね。なんとかしたいとは思っているんですけど。それではまた。うん、それじゃ。タクトだ。白波です。ああ、待ってたよ。カズヤ、白波、入ります。いちいち硬いな、もう。どう、ルクシオールは気に入ってもらえたかい？はい、居心地がいいです。なんていうか軍艦らしくない感じが。ってこんなこと言ったら失礼ですね。いいよ、実際その通りなんだし。クルーもみんな気さくな連中さ。まあよろしくやってよ。了解しました。うん、ところでさ、個人的にちょっと頼みたいことがあるんだ。聞いてくれるかい？ええ、僕でお役に立てることでしたら。いや、大したことじゃないんだ。実は掛け軸を飾ろうかと思っててね。掛け軸？なんか殺風景だろこの部屋って。そうですか？でもまあ館長のオフィスですし、あまり派手でも。館長オフィスってことは俺の仕事場だよね。つまり俺の仕事がはかどる環境であるべきだよね。はい、それは間違いないですね。ならやっぱり掛け軸だな。うん、
すみません、そこはちょっとよくわかりません。そうかい？なんか校舎でオフィスって感じが出る気がしない？はあ。そんなわけでいくつか掛け軸を用意したんだけど、選び出すのが難しくてね、どうにも俺には決められそうにないんだ。そこでだ、カズヤ、君が決めてくれないかな。え？でも掛け軸の良し悪しなんてよくわかりませんよ。それは気にしなくていい。ここに選び出したのはどれも珠玉の一品なんだ。そうなんですか、わかりました。では僭越ながら和也、白波、選ばせていただきます。よし、それじゃまず読み上げるから聞いてくれ。いくぞ。運も実力のうち、最後に愛は勝つ。地獄の沙汰も金次第。弱きを助け強きをくじく。情けは人のためならず、千里の道も一歩から。この6つだ。どれがいいと思う？あまり心に響かない気もするけど、きっと司令の心には響いたんだな。運も実力のうちがいいと思います。お、やっぱりな。俺もそれかなとは思ってたんだ。ええ、なんというか運は引き寄せるものだと思いますし。なるほどね。うん、これならミルフィーも気に入りそうだ。え、ミルフィーさん、何の関係があるんですか？ああ、いや、気にしないでくれ。とにかく本当にいいのを選んでくれたよ。カズヤに頼んで正解だったな。緊急連絡、ブリッジよりマイヤーズ司令。何かあったのかい、ここ？船籍不明の船が接近中です。わかった、すぐに行くよ。どうやら問題が発生したみたいだ。不明船ですか、何なんでしょうね。さあね、とりあえずブリッジに行ってみよう。はい。ココ、状況は？現在のところ不明艦からの通信などはありません。数は1、距離は7万です。足も大して速くもなさそうだな。まだ全力を出していない可能性もあります。あ、不明艦より通信が入りました。スクリーンへ繋いでくれ。了解。おい、そこの変な船、聞こえてるか？お、なかなか可愛い子だな。なんだお前は。まあいいや。それより艦長だ、艦長を出せ。一応俺なんだけど。冗談だろ？いや本当、俺が艦長のタクト・マイヤーズだ。タクト・マイヤーズ、なんか聞いたことあるな。お、俺の名前を知ってるんだ、光栄だな。ところで君は誰なんだい？できれば名前を教えてもらえるとありがたいんだけどね。俺か。聞いて驚くなよ。代々トレジャーハンターとして名を轟かせるアジート家の末裔、その名もアニス。アニス・アジートとは俺のことだ。ごめん、聞いたことないや。データベースにも該当はありません。ノイエでは有名なんでしょうか？カゼは知ってるかい？いえ、全く思って聞いたことないです。何？バカにしやがって。もういい。それよりお前ら、なんかお宝詰めてんだろ、よこしな。予言はそれだけかな。そうだ、おとなしくお宝をよこせ。でないと宇宙の塵にするぞ。要するに宇宙海賊だったんですね。ノイエはまだまだ物騒だからな。スキャンデータから考えると脅威にはならないと思われます。なるほど、じゃあとりあえずエンジェル隊に。そうだ、これくらいならカズヤの練習にちょうどいいかもしれないな。僕まだ実戦経験ないんですけど。フォルテに鍛えられてるなら大丈夫だよ。それに習うより慣れろって言うだろ。実戦の緊張感は練習じゃ味わえないからね。でも紋章旗を落とされでもしたら。それならまず大丈夫。一緒に戦うエンジェルは超がつくエリートパイロットだ。第一、これは命令だぞ白波少尉。
わかり、いえ、了解しました。カズヤ、白波、出撃します。おい、お前ら、さっきから全部聞こえてるぞ。できれば今の会話を聞いて逃げてくれればなぁなんて思ってたんだけど、どうかな、逃げる気になった？その方が楽なんだけど。なるか！くっそー、お前ら絶対ぶっ倒してやる。もう許さねえ。通信切れました。接触までの時間は？このままで行きますと約10分後です。仕方ない、ブリーフィングルームにエンジェル隊を集めてくれ。了解。カズヤ、君もブリーフィングルームへ行っててくれ。情報整理したら俺も行く。了解しました。久しぶりね、招集がかかるなんて。何かあったのかしら。なんか海賊みたいな人が来てるんだ。え、海賊ですか？海賊なのだ、かっこいいのだ。マイヤーズ司令に向かってぶっ倒すって言ってたよ。へえ、ってことは実戦かしらね。そうですね。腕が鳴るのだ。あの、みんなは初めてじゃないんだ。え、ああ、戦闘ですか。まあ、何度か出撃してます。この前の相手は、なんで襲ってきたんだっけ。領域審判なのだ。領域審判？ええ、小惑星帯の横を通過したんですけど、そこに住んでる人たちが、そう言って襲ってきたんです。ただの言いがかりよ。脅せば、なんか置いていくとでも思ったんじゃないの。ちょのちょいだったのだ。正直、ノイエのテクノロジーじゃ紋章機には太刀打ちできないわよね。みんな慣れてるんだね。正直ちょっと緊張しちゃうな。大丈夫なのだ、ナノナノたちは強いのだ。そうそう、あんただって伊達に訓練してたわけじゃないでしょ。平気ですよ、紋章機もかなり強力ですから。うん。やあ、お待たせ。さて、あまり時間もないからね、手短に説明するよ。先ほど俺は海賊とおぼしき人物から積み荷をよこせと言われた。もちろんはいどうぞってわけにはいかないから、これに対処しなきゃならない。つまり実戦だね。それじゃあ今回の作戦を説明する。これがミッションエリアのスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。相手はこの小型艦1隻。だいぶ古いタイプみたいだね。一応砲台がいくつか設置されている。注意してくれ。とりあえずある程度ダメージを与えれば諦めてくれるんじゃないかな。つまりミッション目標は海賊船の撃退ということになる。以上だ。とにかく今回のミッションはカズヤに実戦を経験してもらうことが重要だ。カズヤはエンジェル隊のメンバーを一人選び、合体してミッションに当たってくれ。合体相手に選ばれなかったメンバーは状況に応じてカズヤのフォローに回ること。ミッションの説明は以上かな。ではエンジェル隊のみんな、出撃だ。了解なのだ。
くなりそうね。和也くん、戦闘に関しての基本的な説明は必要かしら？あら、頼もしいわね。それじゃあ任せるから、無理はしないでね。和也、今回、君は砲手に専念してもらう。紋章機の操縦は合体相手が行うから、海賊船にダメージを与えることだけに集中するな。わかりました。とにかくやってみます。緊張しなくていいわ。どうにかなるもんよ。はい。次はどれ？はあ、どうやらウイジンは乗り切れたな。海賊船から通信です。今日はこのぐらいにしておいてやら。次は容赦しないからな。覚えてやがれ。了解了解。くっそ、最後までバカにしやがって。ちくしょう。通信切れました。なお、海賊船はクロノドライブによりセンサーから消失。よし、カズヤ、テキラ、ご苦労様。ルクシオールに帰還してくれ。はい。なあ、やっぱり実戦は違うな。白波、お疲れ。テキラ、お疲れ様。なかなかどうして大したもんだったわよ。いや、それもテキーラがうまく操縦してくれたからだよ。あら、ご謙遜。とりあえずこれからもよろしくお願いするわね。うん、こちらこそ。こうして握手するとテキーラは手の感触まで色っぽい気がするな。お疲れ様なのだ。あ、ナノナノも仲間に入れるのだ。お二人ともご苦労様です。ご無事で何よりです。リコタンも一緒に握手するのだ。みんなで握手なのだ。はいはい、ナノちゃん。リコまで手を乗せてくれて。って、あれ？あら、またじゃない。桜庭、何がですか？まあいいわ、気がつかないなら。さて、それじゃあ私はそろそろ引っ込むことにするわね。え？引っ込む？お疲れ様です、テキーラさん。お疲れなのだ。ああ、カルーアに戻るってことか。あら、終わったんですのね。うん、テキーラが頑張ってくれたおかげさ。そうなんですか。それは良かったですわ。私、争い事は苦手ですので。そういうことはあの人にお任せしているんですの。あ、タクトさん。やあ、みんなお疲れさん。マイヤーズ司令、わざわざお出迎えありがとうございます。うん、カズヤは初陣なのによくやったじゃないか。いえ、僕一人じゃきっとまともに戦えなかったと思います。あ、そういえばあのアニスって海賊逃がしちゃってよかったんですか？あのぐらいなら大した脅威にならないから構わないよ。また来たらやっぱりカズヤの練習台になってもらうだけさ。そうですか。まあ海賊とはいえ
なんか憎めないやつでしたし。とにかくどんな相手でも勝利は勝利さ。初陣での勝利おめでとう、カズヤ。あ、いや、全てはエンジェル隊のみんなのおかげです。僕はただおぶさってただけですから。そんなことないのだ、カズヤはちゃんと戦ったのだ。そうです、白波さんがいなかったらもっと苦戦してたと思います。だったらみんなで勝った、そういうことにしようよ。いいこと言うですね。力を合わせたからこそ。そうですね、それでいいと思います。カズヤが入ったエンジェル隊なら絶対負けないのだ。私もそんな気がします。白波さん、これからも頑張りましょう。うん、そうだね、頑張ろう。あらあら、二人ともなんか妙に仲がいいですわね。そうなのだ、リコタン、さっきカズヤと手をつないだのだ。何？カズヤと手を？怪しいですね。よし、俺も。いやあ！指令がまたもや飛んだ？一発 KO なのだ！だから触らないでくださいって何度もお願いしてるのに。血が自宅ですね。でも、カズヤさんとなら大丈夫なのね。あれはほら、戦闘の直後だったし。そう、さっき手をつないだのに投げ飛ばしたりしなかった。極度に気分が高揚してたからとか。白波さんだと平気なのかな。どうしたの、リコ、急に考え込んだりして。いえ、別に何でもないですよ。それより白波さんの初勝利を記念してパーティーでもしませんか。大賛成なのだ、お祝いパーティーなのだ。そうね、歓迎会も兼ねて盛り上がりたいですわね。それならここの調査任務も終わるから打ち上げも兼ねよう。マイヤーズ司令、いつの間に復活したんですか。すごい生命力ですね。それじゃあ久々にパーッとやろうか。よーし、騒ぐぞ。パーティーなのだ、パーティーなのだ。まあ楽しみですわ。ということで、リコ、準備とか頼めるかな。あ、はい、わかりました。必要なものの確認をしておきます。フォルテ教官の言った通り、本当にみんないい人ばかりだな。これならうまくやっていけそうだ。